秋の褒章の受章者が発表され、大分県関係者は1団体と13人が選ばれました。褒章は様々な分野で優れた功績を挙げた人に贈られるもので、今回は全国で26の団体と786人が受章しました。大分県関係者は1団体と13人でした。農業、商業、工業で模範となるような技術や功績を残した人が対象の黄綬褒章は、日田市の発展に貢献した梶原千歳さんら5人に贈られました。学問やスポーツ分野の紫綬褒章には、パリオリンピックで活躍した日本代表選手も多く選ばれていて、フェンシング男子フルーレ団体で金メダルを獲得した大分市出身の敷根選手も受賞しています。